痩せたい人は毎日10回やってください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、たったの10回、片足5回です。ワンレッグプッシュバーピーというのを紹介します。通常のバーピーよりもですね、ワンレッグ片足で行いますので、少ない回数でより効きます。メリットとしては、全身の筋肉を使って息がしっかり上がりますから、脂肪燃焼効果が高いです。少ない回数でですね、しっかり筋肉に効かすことができます。バランスが少しいるので、体幹が身につきます。体幹がしっかりしてくるとですね、エクササイズが効果的にピンポイントで筋肉に効かすことができてきますから、筋肉だけを鍛えるというよりも、体幹が身につくようなエクササイズも大切です。デメリットとしては、片足で立ちますから、バランスが結構いります。足の力がいります。ですが、一番下から立たないので、片足で立つことができない方でも今回はできると思います。ではやり方を説明します。まず通常のバーピーをですね、プッシュアップの体勢からしゃがんで立つ、しゃがんで伸ばすっていうことを繰り返すんですけども、ここで体幹を身につけるために意識することはですね、芯がぶれないようにです。通常のバーピーを行う際も、肩からかかとまでまっすぐで立つんですけども、足を伸ばした時にお腹が下がらないようにピタッと止めることが大切です。ピタッ、これは必ず意識してください。あそこがぐにゃぐにゃしながらですね、ぐにゃーん立つ、ぐにゃーんってなってたら体幹が身につきません。ですので、必ず一動作的にピタッピタッピタッと止まる感じで行う意識をしてください。で、今回ワンレッグなんですけども、プッシュアップを入れます。片足5回なんですけども、まず片足上げます。まずプッシュアップ、プッシュアップからの片足でしゃがんで、片足で立つ、片足でしゃがんで足を伸ばす、左右5回ずつ行っていきます。片足ずつ行います。プッシュアップきつい方はですね、少しでいいです。曲げて飛ぶ、立つ、しゃがむ、ピタッ、お腹が下がらない、ピタッっていう意識で5回ずつやっていきましょう。では行きましょう。右足からいきます。スタート。1 2 3 4 5。反対足です。1 2 3 4 5。お疲れ様でした。どうでしたか？たったの10回。結構息上がりますよね。これを、まあ、10回なんですけども、できればですね、10回行う、20秒休む。10回行う、20秒休む。そういった感じでやってもらうことで、脂肪燃焼効果がより上がります。息が上がってる時間っていうのは、カロリーも消費してますから、しっかり息が上がって、20秒休む。休んでる間も呼吸がまだ完全に戻らないまま、そのまままた次のエクササイズに進んでいく。っていう感じで、まあ、10回をね、行って20秒休む。そういった感じでね、だいたい5セットから10セットとか行うことをお勧めします。はい、今回、片足5回ずつ、合計10回のワンレッグプッシュバーピーでした。プッシュアップできない方はですね、プッシュアップなしで、ワンレッグバーピーやってもらえたらと思います。もちろん、両足で早く動くっていうのもありなんですけども、普通のバーピーはですね、普通にしゃがんで両足立ちますから、あんまりね、脚力を使わないので、まあ、代謝がね、こっちの方が上がりやすいです。片足立ちますから、かなり負荷がね、変わってきます。まあ、メリットとしてはね、脂肪燃焼効果が高いです。少ない回数でしっかり効いて体幹が身につくと、メリットだらけです。やはり痩せたいよって方は
ターはですね、1個のエクササイズで1筋肉または3筋肉という感じではなくてですね、もっとよりたくさん筋肉を使うっていうことがまあおすすめです。まあランニングをするとかね、縄跳びをするとか、そういったことでもまあもちろん脂肪を燃やしたりカロリーを消費したりっていうのもあるんですけども、長い時間運動するというのは筋肉の分解をね促進させてしまってはいけないので、少ない回数でより高負荷っていうエクササイズをおすすめします。まあ、デメリットとしてはね、片足立つのってやっぱ難しいと思うんで、もしねバランスが悪かった方は難しかったかもしれません。ですがそのバランスが取れた時にはですね、体幹がしっかり身についてますから、今までできなかったエクササイズとか、もっとグラグラしてたのに安定してきたなと、そういった成長をね自分が身についた感じがね嬉しくて、またエクササイズをどんどん頑張ってっていうことにね繋がってきますんで、ぜひねバランスがいるんですけども頑張って続けてもらえたらと思います。ということで、頑張った方、勉強だった方、よかったらグッドボタン、コメント、そしてシェアもよろしくお願いいたします。チャンネル登録されてない方はですね、これからも短時間少ない回数でしっかり効くエクササイズを紹介していきますので、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。